今日のセントジェームズパークはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は西岡昭彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。お送りするのはプレミアリーグの一戦、ニューカッスルユナイテッドがボーマスと戦います。こういう試合を待っていました。期待に応えるパフォーマンスを披露してくれるのか、まずは前半から見ていきましょう。このゲームのゲストチームですが、今シーズンここまでの得点数はリーグ最下位を記録しています。フォワード陣が力を発揮できていません。あまり意識せず少しリラックスした方がいいですね。こちらがニューカッスルユナイテッドの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。 4-5-1 のフォーメーションです。トップの選手が攻撃の鍵を握ります。ニューカッスルのボールで試合が開始します。ドワイト・ゲイル、リシャルリソン、ドリブルで運びます。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。得点もあり得た場面でしたが、このボールはカットされました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。アラム・ウィルソン、ヨハン・ベルク・グズムンドソン、ジェフェルソン・レルマ、しっかり見えています。真ん中にクロスを上げた。これはあるか。このボールはキーパーが抑えます。うまく読んでいましたね。ジェフェルソン・レルマ、見事な視野です。ここから狙うのか。そこで取られてはいけない。リシャルリソン、これはスローインになります。スティーブ・クック、ボールを奪われました。素晴らしいボールです。これは見事なパスカットです。ここから入荷するのギアが上がるか。このカットは大きい。しっかりと奪いました。見事なパスカットです。主審はプレーを続行させます。アドバンテージを取ったようですね。前に出しましたが気を抜けません。アイザック・ヘイデン、ジョンジョ・シェルビー、テクニックを見せつける。リシャルリソン、
ジョンジョシェルベイ、ドリブルで進んでいます。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターが狙えそうでしたが、相手の守備への切り替えが早かったですね。サイドからの攻撃を狙います。いいところを見ていました。うまいパス入った。この試合最初の得点です。素晴らしいゴールでしたね。サポーターも盛り上がっています。見事な連携でしたね。サイドからクロスを上げて、中の選手がしっかりと決めました。サイドからこれだけのクロスが上げられるなら、積極的に使っていくべきでしょう。さあキックオフ、試合はニューカッスルがリードしています。相手ボールになりました。このパスはカットされました。ルイス・クック、ボールを運びゴールに襲いかかります。これは面白い。これはキーパーのファインセーブ。決定機を阻止しました。目の前で打たれたシュートでしたが、素晴らしい反応ですね。スーパーセーブです。ショートコーナー、ボールを外に出しました。コーナーです。では勝ち越し点を挙げたシーンをもう一度ご覧ください。ゴール右に狙いすまして蹴りましたね。ショートコーナーだ。ジャマール・ラッセルズ、ここはカウンターアタックを狙うか。カウンターの機会を逃しました。ジョンジョ・シェルビー、ボールは相手に渡りました。自陣内でパスをカット。いい読みです。しっかり見えています。逃げるアルミロン、中の選手にクロスを入れた。クロスは通りません。チャンスを潰しました。逃げるアルミロン、このようなプレーは避けたい。カードが出てもおかしくありません。イエローカードが出されます。イエローですか。狙った。キーパーが弾いたボールはバーの上。これはナイスセーブ。ロングシュートも見事でした。よほどじゃないとあの距離からのシュートは難しそうですね。これはあるか。このヘディングは大きく外れました。枠には飛ばしたかったですね。うまく捉えきれませんでした。マンキージョ、アイザック・ヘイデン。マルク・ロカ、ジェフェルソン・レルマ。これは超ロングシュート。ここは簡単にキーパーがさばきました。前半終了です。スコアは1対0、リードは1点です。ホイッスルで後半のキックオフ。ヨハン・ベルク、ウズムンドソン、ジェフェルソン・レルマ、ボールを奪われました。
グズムンドソン、クロスが入るか。そこで失うのはまずい。ペナルティーキックです。 PK の判定です。 PK です。そしてイエローカード。これは PK でもしょうがないですね。監督の表情も険しいでしょう。できればカードをもらわずにプレーしてほしいでしょうね。これが入らない。止めた。これは大きいですよ。E.S. スポーツがお送りするプレミアリーグ、ニューカッスルユナイテッドが次に対戦するのはアストンビラです。スペースに見事なスルーパス。最高のボールが出た。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。はい、これは簡単でしたね。プレゼントしてもらったようなゴールでした。この角度からも見ましょう。さらに点差を広げられました。監督も心中穏やかではいられないでしょう。ルイス・クック、サイドへパス、横に展開してきます。パスを出した先は相手の選手。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。アイザック・ヘイデン、ジョンジョ・シェルビー、何をしてくるのか。キーパーが飛びついた。いい反応でしたね。中に入れた。クリアが小さい。うまくクリアしましたが、味方、いいボールが出ました。なんというタックル。チームを救いました。カウンターを狙います。上がっていけるか。ボンマスはサイドに持ち出すでしょうか。相手ボールになりました。サン・マクシマン、外に押した。出されたようですね。スローインです。どちらもここで選手の交代があるようです。この選手は期待した通り素晴らしい働きぶりですね。見事なゴールでした。スタッツを見ると偶然ではないですね。ゴールに向かう姿勢がうかがえます。リシャルリソン、このミスは痛い。相手にパスを出しました。ニューカッスルはサイドに持ち出すでしょうか。いいボールが入りそう。相手が触ったのでスローインですね。ボールは相手に渡ります。マルク・ロカ、ジョーダン・アイブ、マンキージョ、素晴らしい読みでインターセプトしました。おっと、裏へ出した。この攻撃はここまでのようです。決まるか。しっかりとブロック。ボールを入れました。このシュートは入りませんが、リードしていても攻め続けます。思い切ったシュートでしたね。ドワイト・ゲイル、リシャルリソン、あと一歩というシーンでしたが、ここで潰されます。
ボールを奪われました。ここからどうするのか。悔しそうですね。そうですね、ちょっと辛そうですね。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。マルク・ロカ、この試合しっかり見えています。攻撃はここまで。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。素晴らしいスルーパス。滑っていく。どうだ。ニューカッスルはサイドに持ち出すでしょうか。ハムザ・チョウドリー、見事なタックルです。リシャルリソン、ここから見事なスルーパス。 PK です。ここでリードを広げられてしまうとちょっと苦しくなりますよ。 PK となりました。なんとか反撃をというところで、これは痛いですね。 PK が決まってしまうとだいぶ苦しい状況に追い込まれます。PK は失敗です。ゴールの枠を大きく外れました。これならまっすぐ蹴った方がマシなんじゃないでしょうか。ボールを持って上がります。素晴らしいボールです。ゴール決まりました。相手は人数が減っていましたが、その利を生かしきっちりと決めました。落ち着いたいいゴールでした。さらに追加点。攻撃の手を緩めません。圧倒的な力の差を見せつけていますね。攻撃が噛み合っています。大量リードをもらって監督も自然に笑みがこぼれています。試合も終盤に差し掛かりましたが、厳しい展開になっています。ルイス・クック、タイムアップ、ゲーム終了です。福西さん、今日は完全なワンサイドゲームでしたね。そうですね、相手が相手ですし、もうしょうがないですね。得点力不足に陥っているアウェーチームですが、今日も敗れています。アウェー側は点を取れないことも問題ですが、今日の試合を見ればディフェンス面の改善も必要ですね。